い、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さ、本日も KC ファースト突破シリーズー、いつもね KC ファーストを突破した変わったデッキをご紹介するこちらのコーナーなんですが、本日はですねディスコードにヤトさんが貼っていただいた、ヘイズビーストのデッキをねご紹介していきたいなというふうに思っております。ヘイズビースト強かったです。これ使ってみてすごい面白い動きがいくつかできるんですよ。まあ、環境外と言えるかと言われると昔めっちゃ関係あったんで、なんか環境外と言われるとうんっていうところはあるかもしれないけど、まあ、この環境では今の環境では環境外と言っていいんじゃないかなと、思って、はい。でどういう動きができるかっていうと、もちろんレベル6のモンスターがヘイズモンスターってのはいっぱいいますんで、まあ、ランク6ができますと、スフィンクスの効果がモンスター増やせる効果なんで、まあ、スフィンクスであと稼いで、でモンスター2体並べてランク6ができる、まあ、例えばトレミスとか、まあ、バウンサー、それから、まあ、エクサビートルライノセバスね、この動きこれができると。でね、これね結構ねシナジーが強いなと思ったのは、このライノセバスって1回効果使うと、その結局そのエクシーズインチキエクシーズして出すとさ、1回効果使ったらもう素材なくなるじゃん、ゼロになるじゃん素材が。これヘイズピラーでね供給できるんですよ、実はライノセバスの素材を。これエクシーズモンスターの下に手札か、フィールドからヘイズモンスターを下に重ねることができますよっていう効果を持ってるんで、これもちろんリリースを少なくすることによってスピンクスを普通に数字処ができるよっていうことにも使うんですけど、この素材を供給できるっていうのがかなり強くて、このライノセバス2回とか使えるんですよね、効果2回3回と、まあ手札かによっては。これが結構強かったです、やってて。でもう一個はね、召喚権を使わずにブラックローズドラゴンができます。これすごい強いです。これなどういう風にやっていくかっていうと、このグリップスはそもそもね、サイバードラゴン条件なんで特殊召喚できますよと、相手フィールド上にモンスターがいて自分のフィールド上にいなければ。でさらにこのミセラサウルスっていう効果ね、これこいつがねやっぱぶっ壊れ取るんやけど、このモンスターこれ手札からぶん投げると、まあそもそもメインフェーズの間ね、自分のフィールド上の恐竜族モンスターが相手が発動した効果を受けないという効果があるんですよ。でさらにミセラサウルスはゲームから除外すると墓地の、まあ除外した数だけ恐竜族のなんかレベルで同じレベルのモンスター恐竜族を出せると。だからまあこいつを除外するとレベル1のモンスターが出せるんだけど、これでジュラックアウロを出すと。でこいつ中7なんですよ、レベル1ので。ジュラックアウロをミセラサウルスで出して、こいつで特殊召喚したグリプスとシンクロすると6・1で7シンクロができる。ここね召喚権使ってないんですね。これがすごい強いです。召喚権を使わずにブラックローズドラゴンを飛ばせる。しかも対象に取れないモンスターと効果を受けないモンスターがいるんで、ほぼねブラックローズドラゴンの効果通るんですよね。すごい強いです。はい、これをやって相手のフィールドを梅雨払いしてから、なんかそのスピンクスとか、まあ、ペルトンで展開していくみたいなことができればめちゃくちゃに強い、まあ、そんな感じのねデッキとなっております。でスキルは未来予知、これ未来予知で相手のデッキのピーピングもできるんで、結構どうやって動けばいいかも作戦が立てやすいし、自分のスピンクスの効果も外さないと。まあ粉砕でも、まあ、ワンチャン強いとは思いますけど、まあ、たまに魔法カード落ちてあってなることがあるんで、まあ未来落ちでもいいかなっていう。ちょっと脳筋がしたい方はなんかそのあれだね、ヘイズピラー落ちてもいいから粉砕にして全部でぶん殴るみたいなことをやってもいいかもしれないね、対象に取る環境だから。結構やっぱね分断とか波紋とかあんまないんで、この環境結構月の書がね流行ってるんで、まあ割と刺さるデッキ群なんじゃないかなと思うんで、皆さんもぜひね使ってみてください。戦っていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ザンゲ君よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ザンゲ君は20枚フォトンですかね。フォトンですね。はいはい。デッキトップ見れるのめちゃくちゃ楽しいから、未来予知、俺全部のデッキ未来予知にしてよ。わスキル何でもいいデッキだったら大体未来予知にしておいたらめっちゃ強いですよ、多分。マインドスキャンとかでも強いですけどね。だからスキルに迷う、なんかこのデッキ何でもいいなスキルみたいなのデッキがあったら、マジでマインドスキャンと未来予知めっちゃおすすめします。はい、相手のデッキが分かるとやっぱ対策もかなり練りやすくなりますし、はい、脳死で絆の力にしてる方いらっしゃいましたらね、脳死で未来予知または脳死でマインドスキャンにすることをお勧めしたい。はい、ギャラクシオンいいでしょう。対象に取れないんで、フォトンストリーム、破滅のフォトンストリームっていうカードは何にも効かないんですよ、ヘイズには。てか冷静に見たらこのハンドマジ強えな。これやばい動きできるわ。ちょっと一回
回やばい動きするわ、一回ほんまにやばい動き。まずですね、幻想のミセラサウルスとかいう最強のモンスターを手札からゴミ箱にぶん投げます。これゴミ箱にぶん投げると、このターン僕のフィールド上の恐竜族モンスターは効果、相手のモンスターの相手のカードの効果を受けないっていう。これちなみに対象に取れません、グリップスは。これ召喚券使ってません、まだ召喚券使ってないで6打ちができます。はい、召喚券使ってないで6打ちができるっていうことは、あ、フォトストリーム、え、大丈夫それ、僕のジュラックアイロ君効果受けませんけど。さすがデュエリストはテキスト読まないぜ、デュエリストはテキストを読まねえ。行け現れよ、冷たい炎がどうのこうの、ブラックローズドラゴン、ブラックローズドラゴンの効果、ブラックローズガイル、うおぜえ。そしてヘイズピラーを発動、さらに俺は召喚器を使っていない、ヘイズピラーの効果によってペルトンを召喚、ペルトンの効果を発動、炎属性モンスターをペグダから墓地に送ることによってスピンクスを特殊召喚、ピローンピローン。そしてデッキトップは何ですか、モンスターですね、はい、スピンクスの効果発動、モンスターカード、そしてモンスターを特殊召喚。あ、これブラックローズいけんのこれ。これブラックローズいけんのくさ、ブラックローズいけんのくさ。一応エクシーしよう、一応エクシーズして、遊戯王界史上最強の虫を出していきましょう。ちなみに史上最強のコンボなんですけど、ヘイズピラーの効果でライノセバスに素材を供給するっていうね、あまりにもやばいコンボあるんですよね。すごいでしょ、とりあえずぶん殴ってくわ。はい、対戦ありがとうございました。何言ってるか分かる、ライノセバス効果使うとゼロになるじゃん素材、もう一回素材供給できるのよ、このヘイズピラーっていうカードめちゃくちゃ強いから。あ、対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、舞ちゃん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。カリバか、OK？ カリバ OK？ さあ、これはね、楽しいのはね、オラクル OK。これ、相手のデッキ見れっからさ、めちゃくちゃね、わかるんだよね。相手のデッキ何なのか。それがすごい楽しいですね。とりあえずですな、ヘイズピラーは発動しましょう。ヘイズピラーは発動。でスピンクスは召喚、はい、何も光んねえな、対象に取る系のカードですね。とりあえずスピンクス効果でデッキトップはモンスターカードなので、モンスターカードを宣言し、あ、これ今1体出してからのがあったかもしれないな、まあいいや。1体特殊召喚していくので、とりあえずスピンクスかなんか出しておきますか。対象に取れないモンスターってかなり辛いんですよ、相手。対象に取れないモンスターを2体処理するってかなり辛いと思うので、相手。で、これで、こうして、で、こうですね。で、これでここでなんか打ってくるんだったら、まあ、無理無理か、打っては来ない。打っては来ない。シンクロもできるんですけど、これ殴ったら勝ちなんですよね。これワンチャン、ワンチャンこれさ、通してくんねえかな、このジュラックアウロ。ジュラック、あ、通った、マジマジ、え、これ多分月の章、よし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 、いける、やった、バカめ、テキストを読むんだな、テキストを読むんだな、ヘイズビーストの対戦、ありがとうございました。クソだか、プレイングハーピーはカモだぜ。さあ、お相手の方、カニくんですね、よろしくお願いします。シューティングスターロード、あー、なるほど、シューティングスターロードやばいね、シューティングスターロードかなりやばいね。シューティングスターロード結構やべえな、シューティングスターロード、いやでもここ動くことできないしな、マジでこれあれだな、一応4連打までだったら、4連打、いや3連打までだったらいけんのか、いやこれ今あれか、リフレクター、リフレクター、なるほど、ミセラサウルス投げとかないといけなかったかな、ベイルだと、1回攻撃されて、いや2回目攻撃は耐えられるから、3回連続攻撃までだったら耐えられますね、はい、3回連続攻撃までであればベイル組んで耐えることはできる。でリフレクター、はい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 、 OK、 でリフレクター効果で見せていく、頼むぞ、はいはい、モンスターを、はい、ラスタービース OK、 71、スターダストか OK、
すごい。なんか集いし願いが新たに輝く星となる。なんかデッキトップすごいカード見えてるな。スターダストドラゴン、オッケー。わあ、かっこいいね。やっぱね、スターダストってかっこいいんだよね。フルール進化とかやばいモンスター見えてんだけど、これ見て、フルール進化って何？フォーメラ進化論、うわ、やべえ。無から優を製造していくスキル、やばすぎる。で、シューティングスターロードはいいわ。いや、クリアマインド来た。将来のはいい。もうギリ、それは許す。何枚ある？チューナー何枚？いいよ。シューティングスタードラゴンの効果はいいわ。はい。フルールシンクロン、ドリルシンクロン、ブライシンクロン、モノシンクロン。ゴレンダー。こいつやばいだろ。ガチ優勢じゃねえかよ。ふざけんなよ。バッバガロン。5回の連続攻撃だと。まずい。デッキトップかっこすぎる。バーディングアクラベルの効果はそう。特殊召喚。うおやめて。痛い。うわ。ギャー。